御子長乳堂新郎村長乳堂新郎家営5年7月7日は江戸時代後期の皇族。父は有栖川の宮織人氏新郎。幼名は種宮。忌名は福道。河原春山玉流の加号も名乗った。地温陰門跡であったことから課長グとも尊称された。兄に有栖川の宮昌人氏新郎。姉に佐々宮高子女王。 妹に、富宮、吉子女王などがいる。農書家として知られ、絵もよくした。今日は2年、アリス川の宮織ひとし新の八王として誕生。聖母は、家女房の安藤清子である。文化2年8月7日、空室であった千代に院門跡の相続が内定し、文化6年6月26日に、第11代将軍、徳川家成の勇士となる。その後、 文化7年3月27日に、新納宣言を受け、5月23日に、治温院へ入寺して、徳度、法位皆を、福道と称した。その後、文化14年2月26日には二品に除せられた。御子と入道新納は、徳川将軍家の帰依を受ける、治温院の門主を務める関係から、生涯で5回にわたって、江戸を訪れ、時の将軍。 徳川家康やその生死の徳川家将らに受戒した。また、後には、仁皇天皇及び、公明天皇にも受戒している。嘉永5年2月中旬に風をこじらせた御子と、長入道新郎は、その後次第に容体を崩し、同年7月7日に皇居。去年51。しばらくの間もは、被され、その間に一品に除せられている。 同年の8月21日に正式に発送された。方号は、大公、病院寺支社者、明るホマレアフンタリソン長大和尚で、一心院内の千代院宮墓地に葬られた。御事長入道神皇の皇居によって、千代院門室は、伏見宮法家神皇王子の御事州、入道神皇に相続されたが、御事州入道神皇は明治維新後に現続し、 課長の宮広強教能と名乗った。御子長入道信王は、地温院下来であった、池内大学に漢学を学び、漢詩などの文才に優れ、聖家有栖ス川の宮のお家芸である有栖ス川流の奥義も、極めていたと伝わる。また、一心院の三号、群仙山の命名者でもある。ありがとうございます。